皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。まだ性別のお話をしようかなと思ってて、今私はこうやって日々女性として生きてるわけですよ。でも21歳ぐらい前までは男の子だったわけ。視聴者さんに、まあ、こういう今性別を変えてなんか困ったことありますかとか、辛いことや後悔している部分をお話しくださいって言われるんですけど、私散々話してるんですよ。いっぱい過去動画見てる？ DM くださった視聴者さん、過去動画ちゃんと見てね。まあでもこうやってね、私がネタをいただけることはすごいありがたいわけですよ。ネタをね増やすことで、こういうねこういう、ちょそんなわけないけど、全く困ってる人がいたら少しでも力になれればいいなと思って、私は日々活動してるわけです。今からお話しする内容はあくまで私個人が感じた点なので、皆さんに当てはまるかはわかんないよ。その辺よろしくお願いしますね。鼻かゆい。まずちょっと話を整理すると、この感じになるまで私は2段階踏んでるんですよ。それは、まず1段階目が21歳の時にお銀玉を摘出しました。もうそれがむしろ一番重要なんです。で、次にちょっと期間を空けて、もう半年ぐらいかな、本体を取るわけですね、ちくわちゃん。で、さっきなんでお銀玉を取るのが一番重要かっていうと、もうこの今回のトークテーマの本質がそこのお金玉に詰まってるわけですよ。それは何かというと、お金玉にほぼほぼ男性の性欲という部分を司っている男性ホルモンがあるんです。いや、それ間違ったこと言ったらちょっと申し訳ないんですけども、でも多分そうだと思うんですよ。男性ホルモンを貯めているね、このお金玉が体の中からいなくなっちゃったってなると、そりゃ人間的なその性欲っていう部分がね、限りなくすっからかになっちゃうんです。で、それまで私はお金玉を取るまでも普通に女性ホルモンをして女性として生きてたわけですよね。まあ埋没っていうんですか、私は元男性ですって言わずに普通にバイトしてたりとか、まあそういうことを送ってたわけです。その時はね、普通にやっぱお金玉ついてるから性欲っていう部分があるの。なんか誰かと一緒にぬくぬくしたいなとか、ぬくぬくってあれですよ、あったかいって意味で、あとは恋愛したいなとか、もうそういうの感情があったんです。なのでいざこうやってお金玉を摘出すると、そういう感情なくなっちゃうんですよね。恋愛したいなって言ってもキュンキュンしないし、それでいいのかっていうぐらい私は今危機感を感じてるわけです。ただ今こうやって私は YouTuber って仕事やらさせていただいてるんで、まあ、恋愛したら私は多分そっちに続婚になっちゃうタイプの人間だから、まあ、今は別に恋愛しなくていいかなってね、強がってる部分はあるんですけども、この先私は今26歳でしょ、あと60年ぐらいはまあ生きるわけじゃないですか、病気とかなんない限りは。どうしようかっていう感じです。だから結構勘違いされてんのが、こう性別変えた人とか、まあ要はお姉って、まあ私もねお姉みたいな感じで ひとくくりされてますよ、テレビとかでも。で、その人たちは性欲化け物だみたいな感じで、いやでも手術した人はそういうのじゃないんですからね、もうすっからかんですよ。私このまま生きて楽しいかなみたいな、男子時代の方が楽しかったんじゃないのって自分で錯覚してしまうぐらい悩んだ時期はありました。本当に今は平気だけど、人の温かさを感じるっていうのはもう今も変わってないんですよ。人とのこうぬくもり合いっていうんですか、そういうのは私今でも全然むしろしたいぐらいなんですよ。でも恋愛ってなると引いてしまう、ある意味病気なんじゃないかって自分でも思ってるんですよ。で、そこで私がこう今生きてきて気づいた点が一つあって、それはホルモンを入れている成分を変えたらどうなのかなみたいな。今私は卵胞を入れてるんですけど、黄体を入れてた時は、あ、いろいろ種類あるんですよ、ホルモンって。卵胞と黄体、まあいろいろ他にもあるんですけども、基本その2種類あって、私今卵胞を入れてるわけですよね。で、卵胞を入れると、ちょっと落ち着いちゃうんですよ。黄体を入れると活発になるみたいな。性欲、いやでもそれでね、ホルモンやるっていうのもね、どうかと思うんですよね。お医者さんに、こらーって怒られちゃうから、そこでね、性欲を高めたいんだったら、黄体ホルモン入れた方がいいんじゃないのって、私そんな浅ましいこと言えないですよ。松代までの恥になってしまう、そんなこと言ったら。言わないけども。黄体をすると何が私が悩みかっていうと、恥ずかしいけど、乳房っていうんですか、今こう、ホルモンやってるから、もちろん私も持たさせていただいてるんですよ。おかしいな。で、ちょっと黄体をやると、先端がね、黒ずんでしまうんです。妊婦さんって、まあ、黒ずむ傾向多いじゃないですか。人それぞれだけど。でも、卵胞すると、むしろ結構ピンクになるんですよね。おばあちゃんみたいな。
で、私今乱歩やってるから、むしろ、ほんと肌色に限りなく近いんじゃないのかっていうぐらい、私は結構ね、トップバストって言うんですか、まあ、そこがそういう感じなんです。で、いろいろ悩みがあるんですよ。本当に。尽きない。むしろそういう感じに悩めるぐらいになったっていうのは幸せなのかもしれない。こう性別変更者としてはそれ以前に悩む人いっぱいいるから、人付き合いもそうだし、将来のこの不安とかいろいろある。まあ私もそうだけども、なんかトップバストが黒ずみたくないから、まあ、性欲の部分を放棄してでも乱歩ホルモンやってピンクで痛いなみたいなね、そんぐらいの感覚もあるんで幸せなんかもなって思いますよ。今こうやって約5、6年ですかね、女として生きて気づいたちょっとした悩みでした。まあ、ちょっとしたでもないですけどね。彼氏募集中。いかがだったでしょうか。本日はちょっとオチがあんまり見つかりにくいトーク内容でしたけど、なんとか私が伝えたいお話はできたと思います。性欲ないんですよ全く。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル青木かなの秘密箱も更新しておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。サブチャンネル、ボーナストラックではちょっと私の最近のね、イメチェン事情をお話ししますよ。ようこそボーナストラックへ。皆さんお気づきですか？私ね、化粧を変えたんですよ。また結構変えました。アイラインを引くようになったぐらいでもないか。あとチークの入れる位置とか、本当に私は化粧全く興味ない人間でして、ほら女として終わってんじゃないかね、人前に出る仕事をしてる女として終わってんじゃないかって視聴者さんに思われちゃうかもしれないんですけども、本当に私は全くコスメとかそういうの興味ない人間なんですよ。で最近ね、ラボムさんっていうアーティストさん、韓国のアーティストさんなんですけども、その中のキムユジョンさんっていう方がね、知ってめちゃめちゃ綺麗だなと思ったんですよ。でもそれ言ったらね、ファンのそのラボムさんのファンに怒られちゃうと思うんですけども、ちょっとそのユジョンさんってタヌキ顔じゃないですか。私ね、タヌキ顔の女性すごい憧れるんですよ。タヌキ顔ってなんだろうな、なんか優しい感じの顔、そんなにギラギラしたような顔じゃない、控えめそうな顔が私はすごい好きで、でそのユジョンさんの顔を知ったきっかけは、コバソロさんっていうそのアーティストさんですよね。もうめちゃめちゃ有名な YouTuber さんですよ。でそのコバソロさんの新着動画に出てて USA をカバーしてんのかな、そこにラボムさんのキムジョンさんがね歌ってて、これめっちゃ綺麗だなって、どんな化粧してんだろうなって、それいろいろ調べたら出てきて、でちょっと真似っこメイクみたいな感じで、だいぶ垂れ目っぽいねメイクをして、で一応このアイラインをね、私今まで引かなかったから全然、どうやってじゃあアイメイクしてたかっていうと、なんかアイシャドウをとりあえずまぶたにバーって塗って、ね、なんかハイライトみたいなシュッシュッシュッってして、でマスカラピーってやって涙袋みたいなぐらいしかやってなかったの。最近涙袋追加したぐらいだけど、でも今回はちゃんとアイメイクと、あとピンクのシャドウとブラウンのシャドウとハイライトとか、あとちょっと締め色っぽいなんか茶色みたいな、でちゃんとここに下にね、なんて言うんだろうな、難しい、そうやったんですよ。ちゃんとね、この下にも引いて。したらね、まあ、意外とイメチェンはできたのかなって、そんな大きなイメチェンじゃないけども、まあ、気づいていただけるぐらいにはなったんじゃないですかね。あ、変わったな、みたいな。まあ、これが受ければいいんですけどね。あと、前髪をガチガチに固めすぎないようにした。あんまりもう、そんなガチガチしてない、今日は。ぐらいですかね。そんな感じでございます。私ね、2019年はちょっとね野望を持ってんですよ。はい、いや、これもトークの
トーク動画にしたい、また別に。それは、いや、したらサブチャンネルに公開します。私のやりたい、野望みたいな。です。いや、この辺で。